にジャガイモだけ温めてたんやった。今日、まあ、夜実はまあ夜ご飯食べ行くんですよ。だけどまあ2日目が美味しいあれをちょっと作ろうと思いまして。何か分かった？もう2日目が美味しいあれって分かっちゃいますよね。あれ？そうで、まあ作って明日食べようかなっていう作戦、作戦実施中、実施中でございます。昨日のお昼カツの乗ってある。あ、絶対そうだ。私もカツ乗せたい。でもカツないから、まあ、ウインナーとかでも乗せようかな。じゃあめっちゃ人参の匂いする。きっと人参界ではこれが新鮮。硬い。りーちゃん。ちょっと人参少ないけど、まあいいか。ごめんなさい。出た、なんか答え。あれうどん正解。カレー、あ、言っちゃった。カレーです。まあなんか夏野菜とかもいいなと思ったけど、まあ普通でしょだって。普通のカレーを食べますわ。もうそうだ、めっちゃね、まあもう玉ねぎときゅうり買おうと思って、あとトマトと思って行ったんですよ。他に具材はあったから行ったんですけど、なんと聞いてほしい、とあるフルーツが超安くて、多分安いと思う、物価が分かんないけど。そう、あの安いものコーナーでお買い得商品であったんですよ。
何買ったでしょう。マジこれは激アツ。あとは納豆、あとビール。何でしょう。ドラガー2本と、サワーはあるんで、これは1杯目用の氷結の塩ライスと宅配のね、あれもあるんで、あ、大人正解、すごいね。桃、桃買いました。わ、いい匂いする、大好き。もう食べたい、このままで食べたい。パキヤバ、ま、もう美味しい。お勤め品って書かれてる。お勤め品ってどういうことなの。もうお勤めご苦労さんってことなんかな。ちょっとあんまり、ちゃんとエコバッグ持ってて、えらいいい色。そうなんよ。これ何円だと思う、この2個で。今どれぐらいすんの、桃って。そもそも値段を努力しましたよって。あ、そうなん。でも考えてください。私はまあ主婦じゃないですか。主婦ってどういう意味なんだ。いや、私がじゃあ主婦だと仮定して、何千円の果物を買うと思いますかっていう答えを言っとくね。主婦って何が主婦なんだ。あれ、主婦ってどういうのが主婦なんだ。ちょっと分かんなくなっちゃった。
主婦っぽい主婦っぽいセリフ。トマトとキュウリどっちがいい？何言わしてんの？本当に良くないよ。主婦にそんなこと言わせるなんて。しかも本当の主婦さん多分そういうこと言わないしね。多分ね、分かんないけど。しかも本当に主婦じゃないか分かんないっていう。実際に主婦じゃん、主婦の方が。主婦って何なんだ。ラジオタイムで ラジオタイムじゃない、リアルタイムで聞いてありがとう。あ、家事をメインにやる人ってこと。あ、そうなんや。誤解を発言や。まあじゃあ桃気になってる人もおると思うから言うな。桃の2つの値段はルル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 350円でした。高いの安いの分かりません。だがしかし、え、リンゴ2個分と変わんないのっていうので買いました。玉ねぎ切ります。お安いよね。なんかこう、リンゴじゃないわ。誰だ？桃？桃じゃ、桃じゃない、桃じゃない。桃？そう。なんか桃の、桃自体のブランド力が高いじゃん。なんかそれを考えた時に、全然出せるなと思って、しかもいい色味だったし。本当に、あなた買っちゃおうって。だって次桃と出会うのがいつかも分かんないじゃん。じゃあこれ入れます。カレーの玉ねぎって玉ねぎ。ゆうじさんがうまいものを作れたやつが一番って言ってる。この包丁マジ切れない。
薄めに切りました。もう玉ねぎは間違えた、具材は切れたやつからぶっ込んでいく。今回は何人前になっちゃうかな、何日食べれるだろう。投げ込む、ぶん投げ、ぶん投げ方式ですよ。あとね、たくあんも買った。はいよ、レンジの皆さんちょっとお待ちください。はい、4分の3切りました。輪投げ楽しかったね。輪投げ、みんなのお家の輪投げどうしてるんだろう、まだ生きてるかな。肉は使い残してたものを使います。今ニワトリいた？今どこかにニワトリがいました。ニワトリが行ってきました。あ、カラスか。あれカラス。なんかいつも私カレーもあんまり肉入れずに作っちゃうんだけど、今日はちょっと
かに行っちゃおうかな。今日はね、なんと何ヶ月ぶりのジム友とご飯行くんですよ。バチ楽しみ。疲れその日な、疲れいいな、お腹が、あの間に買いに行くか。料理してる姿、素敵ですね。言いたいことは本当にそのことなのか、君は。君は本当にそのことなのか。最近の悩み、これがすっぽ抜けること。こんな感じで、やばい、すっぴん感が否めない。かわいい。よし、ちょっと洗い物するから見てて。火が通ってきたら教えて。
な料理か。むずいよね、得意な料理って。なんか自分的に美味しいよってこと。でもなんか焼きそばとかマジサッと作って美味しいけどね。でも誰が作っても大体美味しくない？焼きそばって。オムライスもケチャップ乗っけたら美味しいし。得意料理の質問ってめっちゃ難しいっていつも思う。お、てか私キュウリも切るのと、キュウリとトマトも。あ、でも最近作った茄子とピーマンの煮浸しめっちゃ美味しかった。あれやばかったね、マジで。あれはうまって永遠に言いながら食べた。ガチあれ美味しかった。何だったんだろう、あれは幻だった。謎に明日のご飯の準備をしています。おお、なんかマジでさ、昔はね、なんかそういう浸し系煮る系とかの良さってマジ分からんかったじゃん。分かる？この気持ち。焼いたりとかさ、確率美味しかったじゃん。なんなんだろうね、味覚が変わってきたよ。先入れるんや、まあ、入れとけば美味しくないっていう感覚でやっております。全然入れんのも美味しいと思うよ。なんか入れたいやん。最近は食洗機かけずに、あのマット敷いてそこに置いてる。料理師でバンされた。もうね、その関門は突破しましたね。酒の関門は。はい。
も私のお母さんとかは凍結なんかそのままさ寝てさちょっと朝とか残ってたりするやん、それ料理酒に使ったりしてる。だからなんか微妙に残ってるやつとかをなんかお母さんはあのなんかティッシュ詰めて置いとったりするやん、そういうのが冷蔵庫に残ってたりするから結構かさばる。お母さんはもったいないわけやから具が全部浸かるぐらいお水入れる。ソース砂糖小さじ1杯何しろ
つ分けになってんのマジでめちゃくちゃいい。絶品。これ見て、中にこうやって入ってんの、すごくない？コーラで似たビタチョコ入れてる。あー、隠し味にってことか。いいね、パンチありそう。それもそれで、感じですね。夏って野菜食べたくなりますよね。私だけかな。夏は野菜が食べたくなる。夏野菜カレー見たい？カレー無理かな。これ見といてください。
ちょっと今じゃがいもがでかいからこれがとろけてきてさらにちょっとちっちゃくなるから、そういいんですよね。テロさんありがとう。はじめまして、こんにちは。トマトのトマトのつまみ食い。何報告？ん？こっち？マジ？10月27？ん？10月27ね。ガチ？え？マジ？え？え？マジ？出てた？ガチ？マジモンですか、それは。マジ？え、それいつ？今日？今日だったのかな？
みます。ありがとうございます。教授なのね。オッケーオッケー。教授に後で見よう。それだけ沸騰して焦げない。うん、やっぱ定期的に。混ぜなきゃいけないけど。入れたら焦げやすくなる。明日はそうだね、うどんにしようかな。明日じゃない、明後日はとか。もうこれ何人でも割となんかいつももっと多いから今回少ない。割とすぐなくなっちゃいそう。何食か食べて最後カレーうどんにする。おお、夢が膨らみますね。嬉しい。マジか。過去最大、最大じゃない？過去一じゃない？これが完売したら4つ目。え、初めて4つも完売する。なんかいつも2個とか2個3個ぐらい。ありがとうございます。申し込んでくださった方はリチャード・サイもよろしくね。
菜たくさん、お野菜いっぱい、辛麺、辛麺は作れないな。パパ、待って、じゃがいも、じゃがいもが跡形もないわ、口の中に入れたら。うまっ、うまっ、俺は明日が楽しみ。ちょっと辛い、いや、そんなもん。あとはまあ旨味が出てきたら最高だなって感じ。旨味って何だ、旨味って何入れたら出るか。コクみたいな、何入れたら出る。やっぱ地元も体が起きた。もしもし、はい、うん、15分か20分、オッケー、じゃあ半くらいね。私じゃあ半くらいに入っとくわ、半くらいに入っとく。うん、なになに、あ、そうな、休みな、うんうん、あー、じゃあどこもやっぱにあれなんじゃ、多いんじゃね、まだお盆だけ、お盆だけ休んどんかもしれんね。やっぱ予約しとかんとあれかいね、入れんかいね、予約しとかんと入れんかいね。
そうな作ってくれる。うんうん、いつもね、でもいいけど、うん、オッケー、うん、あ、ほんじゃ別に時間とか関係ないか、オッケー、はーい、地元もから電話来た、いや、あのね、予約しようと思ってたところがお休みだったんだって、電話取らんけどうしようかっていう電話だった。あと何時にお風呂行くよっていう連絡だった。予約せずに、結局予約せずに並ぶことにした。味見したい。ただグツグツしてるカレーを見る配信ってみんなお腹空くでしょ。もういい感じよカレよし。ほんじゃあ皆さん、完成しました。
にシルエットがね出るんですよ。結局今日はバーモンドと絶品を入れました。今からサウナ行って、リム止めてご飯行ってきます。今日そんなめっちゃむくんでないけど。ギフトもコメントもたくさんありがとうございます。そして10月27日のオンラインお話し会、須田健のコスプレをする日、須田健のコスプレじゃない、須田健で提案してもらったコスプレをする日の5時間目がなんと完売したので、ありがとうございます。コメント欄で知りました。ケツ&サイがそう、決済が今日の23時59分までということで、申し込んでくださった方は完売の日を存分に楽しめるように最後の工程までよろしくお願いします。ちょっとまた確認してみるね、自分でも。はい、それじゃあお昼の配信だったんですけど、見てくださってありがとうございました。まあ、お盆もそろそろ終わっちゃうんですけど、お休みの方はゆっくり休んで、お仕事の方は一緒に頑張りましょう。で、今日はちょっとゆったりデーだったんで、はい、また明日から頑張ろうと思います。週末は大阪に行きます。はい、それじゃランキング読もうかな。13位はなんて読むんだ、桜花読み方教えて。10歳は桜花、12位はグーさん、11位はバンちゃん、10位はカズヤ、9位は迷子の子さん、8位はあかつきさん、7位はじゅんさん、6位はあきら方言営業中さん、5位は電脳さん、4位はマイセンターン、3位はナミさん、2位はテルさん、そして本日の第1位はロットン、第1位はおしめののみんさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん、おいしいカレーが作れましたと信じております。今日帰ってきてちょっと一食目食べないようにしないと、いい匂いに誘われて食べてしまうかもしれない。はい、ということで、あ、明日お兄ちゃん誕生日や。8
8月15日木曜日、今日も一日お疲れ様ひな。またね、また話するね、どんだったか。